出るか出ないかで全然話変わってきますよね。そうですね。森友哉が守護神が同点に追いつかれた後、守護神からサヨナラホームランだ。オリックス今シーズン4度目のサヨナラ勝利はなんという劇的な勝利。森友哉のサヨナラホームランで幕を閉じました。いやすごい幕切れでしたね。いや本当にね、一発で仕留めましたね。はい、そしてサヨナラホームランが出た後の中嶋監督のほっとした表情が印象的でしたね。いや本当にほっとした顔でしたね。喜びというよりもあーという表情でしたもんね。